25年に公開されたアメリカ合衆国のサイレントコメディドラマ映画。監督は、ウィリアム・ボーディン。ニューヨークのスラムに暮らすアイルランド系の少女、アニー・ルーニーに扮したのは、当時33歳だった、大女優、メアリー・ピックフォード。大人の女性を演じた全日本は、興行的に振るわなかったが、この作品は、この年最大のヒットを記録した。2014年。 映画芸術科学アカデミーによりレストアされた。少女アニールーニーは日々近所の悪ガキたちと喧嘩ばかりしてるお天場少女。しかし、家では亡くなった母親の代わりに家事を任されている。父親は皆から慕われる優しいおまわりさん。一方、兄のティムは町のギャングたちとつるんでいる。アニーは兄の悪友の一人情に恋をしている。ある日、ダンスパーティーで、 ギャングたちが女をめぐってトラブルになる。止めに入ったアニーの父が撃たれて死ぬ。母親に続いて父親も失い昇進のアニー。警察による捜査が始まる。犯人たちはジョーが撃ったという嘘を広める。ティムはそれを信じ、復讐しようとジョーを付け狙う。ジョーの無実を信じるアニーは悪ガキたちに協力を求める。悪ガキたちは情報を集め、真犯人を突き止め。 捕まえて警察に突き出す。そこに、ティムが自首しに来る。ジョーを撃ったというのだ。アニーは病院に駆けつける。輸血が必要だと死理血液を提供する。子供のアニーは死ぬ覚悟で遺書まで残す。もちろん輸血で死ぬはずがなく、ジョーも一命を取り留める。数ヶ月後、いつの日か、ジョーとの結婚を夢見るアニーは、ジョーと街をドライブしている。 ただし車はトラックで荷台には悪ガキどもが乗っている。交差点で一時停止する。そこで交通整理をしていたのは真人間になった兄のチームだった。兄に扮したピックフォードをアメリカの恋人、メアリー・ピックフォードは、ボロを着た少女役で人気を博したが、金々と思想王の役を演じたいと思っていた。ピックフォードは、ユナイテッドアーティスツの創始者の一人だったので、ロジタや、 ドロシー・バーノンの日本を自らプロデュースし、大人の役を演じた。しかし、観客は彼女が再び、巻き毛の少女を演じることを望んでいた。1925年、ピックフォードは、フォトプレイ誌で自分にどんな役を演じてもらいたいか、質問したところ、2万通の回答があった。ファンは、赤毛のアン、アルプスの少女、ハイジ、不思議の国のアリスといった。 少女役を希望した。ピックフォードは当時33歳だったがファンの要望に応じ少女役に戻ることにした。通りに暮らす元気なアイルランド娘という設定はピックフォードがハリウッドの裏宅地をブラブラ歩いている時に思いついた。アイルランド系アメリカ人の意見を聞くためにコメディアンのメイベル・ノーマンドに電話で尋ねた。ピックフォードはミュージックホールのヒット曲 リートル、アーニー・ルーニーをキャラクターのベースにすることにした。この曲は字幕でも2回登場する。1889年に作られたもので現在は忘れられているが、当時は大変人気があり、コミックストリップや短編アニメにもなった。ピックフォードは祖母の名前、キャサリン・ヘネシー名義でプロットも執筆した。脚本は、翼、あれで知られる、夫婦コンビのホープロアリング。 ルイス・ディ・ライトンに依頼。撮影監督には後に、サンライズで第1回アカデミー撮影賞を受賞するチャールズ・ロッシャー。監督には、愛しのガジ、子供の世界のウィリアム・ボーディンを起用した。いずれもピック・フォードが選んでいる。子供たちがアイルランド系、ギリシャ系、ユダヤ系、イタリア系、中国系、アフリカ系と多民族で構成されているのは、 アワギアングの影響と思われるが、この映画ではそれより貧しい地区を舞台としている。公開当時の広告ではアニーを移民が多く住まい、1970年代までドヤ街だったバワリーの王女としている。貧民街の巨大セットはピックフォード・フェアバンクス・スタジオに建設された撮影中、メアリー・ピックフォードはカリフォルニア訪問中のヘレン・ケラーと会食し、 自分が舞台で最初に演じたのは、盲目の少女であること、盲目の少女が主人公の映画を企画していることを話し、ヘレン・ケラーから演技についてアドバイスしてもらう約束を取り付けた。映画は大ヒットし、この年最高の興行収入を上げた。イギリスの映画史家ケビン・ブラウンローはこの映画について、こう述べている。これがすべてピックフォード・フェアバンクス・スタジオで撮られたのかと、 考えると驚くばかり。30代の女優の芸術性、技術、迫力が勝利に輝いている。ありがとうございます。